ウェイの北朝鮮戦テレビどころかネットも厳しいってマジか？残念ながらそうみたいなのよね。今回はその件とさらに深まる AFC への疑念についてまでやるのでぜひ、最後まで見ていってね。では早速見ていこうか。森安ジャパンがまた見られない？アウェイ北朝鮮戦、放映権契約に国連の壁テレビもネットも厳しく。国連まで出てきたわよ。だから北朝鮮を参加させてる時点でサッカー以外の面でも色々問題なんだよ。当たり前やんけ。日本代表の北中米ダブルハイアジア2次予選アウェイ北朝鮮戦26日、平壌キムイルソン競技場が中継されない可能性が高くなった。12日、複数の関係者が明かした。アジアサッカー連盟 AFC は11日、未定だった会場が平壌に決まったと両国協会に通達したが、国連や国が北朝鮮への経済制裁措置を課しており、地上波、インターネット配信を含めた同線の放映権契約が暗礁に乗り上げた。いや、これは最初からわかっていたのでは。開催地決定も遅くなったし、なおさら交渉が困難になったんだろうな。そりゃそうだ。13年ぶりに平壌で行われる日本代表の北朝鮮戦が、リアルタイムでお茶の間に届かない。恐れている事態が現実味を帯びてきた。国際的なサッカー放映権ビジネスに関わる関係者は北朝鮮との取引について国連の制裁措置が取られている。今回の試合中継についても実現は極めて難しい状況だと説明した。今回の場合は地上波放送が難しいではなくて、そもそもの中継が困難ってことなのよね。つまりネットもない。となるとスコア速報。謎のアラビア人の違法配信しかないのか。それダメだからね。ダブルハイ予選の日本代表戦が地上波、インターネット配信を含めて中継されないのは、高額な権利料で契約がまとまらなかった昨年11月のシリア戦以来。ダブルハイ予選で複数の試合が国内で中継されないとなれば、日本が初めてダブルハイに出場した1998年フランス大会以降で初めてだ。AFC は2次予選の放映権について、ホームの協会が管理すると定めており、今回は北朝鮮サッカー協会が販売する。現在は国連の安全保障理事会で、北朝鮮への経済制裁が決議され、同国との取引が事実上、停止している。放映権も同様と同関係者。2月、パリ五輪予選で対戦した、なでしこジャパンの敵地戦サウジアラビアで開催については、マレーシアに本部がある AFC が窓口だったため中継されたが、今回は世界情勢の問題で暗礁に乗り上げている。聞けば聞くほど結局はそもそも北朝鮮を参加させてるんだからこうなるよなとしか。結局そのお金も何に使われるか分かったもんじゃないし、結果的に良かったとも言えるのかもね。本当になんとも言えないというか、何やってんだか。AFC は自分たちも大変だろうに。謎なんかな。アウェイ戦の開催地をめぐっては、試合まで2週間と迫った11日、AFC が平壌開催を両国協会に通達した。平壌で試合をするのは、ザックジャパンが臨んだ2011年11月のブラジルダブルハイアジア3次予選で01以来。平壌は、過去に分け2敗と2勝利の鬼門だ。森安はじめ監督55は兼ねて、画面を通してチームを後押ししていただいてありがとうございますと感謝。現地以外での応援も力にしており、生中継がないことは本意ではない。アウェイ戦の開催地が確定し、準備の面では一歩進んだ形の森安ジャパン。だが、インターネット配信も進んだ中、試合が見られない事態となれば、日本サッカー界にとっても大きな痛手となりそうだ。ネット配信すら厳しいとはね。さっき霊夢が言ったように北朝鮮に金が流れることを考えると、むしろ良かったと思うしかないかもな。みんなの反応行きましょうか。そもそも国連制裁をまともに受けている状態の国を試合に参加させるような AFC という組織がおかしい中国や中東諸国の思惑があるのだろうが彼らにも後ろめたい点や北朝鮮に同調したい部分がある。もはや大陸連盟として機能不全なのは明らか。日本は時差が小さい近隣の国家オーストラリア、インドネシア、タイ、韓国などと一緒に東アジアの大陸連盟を立ち上げるべきだと思う。そもそもって話になるもんな。北朝鮮ってそういうとこだし、それでも参加させてるんだからどこが悪いかといえば。驚きがないってのがね。まあこうなるだろうなっていう。それを AFC が予想できないはずもないんだけど。そういうのを含めて開催の可否を判断するべきじゃないのか？ AFC は本当に適当ですよね。逆に中東の試合は中立国や開催日の入れ替えなど柔軟というか、めちゃくちゃな運営をやってる。中東系の会長だから、地域的にやりやすいのか知らないが、アジアを管理できてないなら退任してほしい。放映権買ったのに、放映できないとはどういうことですか？しかも、突如出た問題ではなく指摘されたことが解決もされずに放置されて、直前にどうなるかわからない状態で開催を決めてる。ど素人管理にも程がある。おっしゃる通りでございます。あの視察団とか何を基準に調べていったのだろうか。何を基準に北朝鮮で OK となったのだろうか。何一つわからないままただ平壌へ向かえ。それだけ。今後も何一つ情報は出さない。ただただ決められたことに強制的に従わされるだけ。で、JFA は言うべきことは言わないといけないと、事後に形だけのパフォーマンスして終了。完全に舐められてますわ。言葉を変えたい官報ですよ。
移管法って返還に出てくることすら悲しいわ。放映権云々よりも、なぜ、AFC が平壌開催を OK としたのか、渡航から滞在、そして試合中を含め様々なリスクが想定される中で、万一、何らかのアクシデントが発生した場合、AFC は責任持って対応できると言い切れるのか、マスコミはその点を中心に取材してもらいたい。やっぱりみんなそもそもおかしいだろってことを疑問に思ってるようだな。当然だけど、そりゃみんな怒るでしょ。突発的な事故的なもので予想できないことなら納得するけど、北朝鮮を参加させてる時点でこれらのことは予想できたんだから、ずさんとしか言いようがない。北朝鮮を参加させてるんだから、安全面とかそれらのことは全部任せろと。自信あるんだろうなと思ったらこれだもんな。さっきも言ったけど、これは AFC 自身も負担が増えるだけなんだけどね。もう AFC には不信感しかない。イファモだな。責任の所在ってどこなんだ？それもあやふやだよな。不信感溜まってきたとこであれだけど、さらに不信感を募らせるニュースをお届けするわ。これ以上不信感を溜めるキャパはないぜ。こうした開催地に伴うトラブルは北朝鮮に限らず、アジア各地で起きている。日本代表は昨年11月、シリアとのアウェーゲームをサウジアラビアジッタで実施。試合運営はサウジアラビア連盟が受け負うことで、大きなトラブルなく試合を終えたが、放映権はシリア側が管理していたため、日本国内で公式中継ができないという問題が発生していた。そういえばこんなこともあったわね。この時だよ。謎のアラビア人が違法配信してて話題になったの。本当に何者だよ。今回は北朝鮮だからさすがにないと思うけど、また現れたら草生えるわ。また AFC によると、今月の2次予選ではシリアのほか、アフガニスタン、ネパール、イエメン、パレスチナ、レバノンの6カ国がホームゲームを国外で代替地開催する。シリア、アフガニスタン、イエメンの3カ国はサウジアラビア、パレスチナはクウェートでそれぞれホームゲームを開催。ネパールとレバノンは対戦国のバーレーンとオーストラリアでそれぞれホームゲームを行い、アウェーゲームも含めて同国内で2連戦を行うことが決まっている。いつも思うけどさ、アジアは危ない国多すぎ。その割には全くその辺考えないよな。でも今回はちゃんと代替地で開催してるじゃない。そこが腹立つんだよ。どうして？いや、どう考えてもおかしいだろ。それらの国はダメで北朝鮮が OK な理由ってなんだ。気分？冗談で言ってるけど本当にそんな感じだよな。まあみんなも頭の中はてなマークよ。二次予選に進出しながら自国でホームゲームができない国シリア、アフガニスタン、ネパール、イエメン、パレスチナ、レバノンもはやアジアでは、ホームアウェイの制度は無理なのでは？対戦国で開催されるホームゲームはさすがに草。誰かホームゲームって何か説明してやれよ。アウェイゲームと勘違いしてんぞ。AFC のような紛争地ばかりの協会は安定開催できる国でのセントラル開催も考えていいと思うよ。ドーハの悲劇の時もセントラル開催だった。お金もかからないし、短期間で済むし。ということで中継の話から始まって、AFC の話までしたわけですけども、むしろ AFC の中で問題なく普通に試合できてるとこどこだよ。北朝鮮に限った話じゃないじゃねえか。思ってたよりもはるかにずさんだった。残念ながらこれからも同様のことは続くでしょうね。JFA 版移管法にでも期待しましょうか。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回。オーミーポー。